ボンジュー皆様こんにちは、ブラマニのガクです。おつぶらです。今日もまたまたブラマニの耳をお送りさせていただきたいと思います。今日の話題はブライスファンの間でまだまだね話題沸騰中の中国のアートトイメーカーさんポップマートさんから発売される小さなねブライスのドールについての話題をお送りさせていただきたいと思います。先ほどですね、今日はですね、ブラマニーセカンドチャンネルの方でライブ配信を行わせていただいて、そちらのね、ライブの内容もこちらのポップマートさんのね、で発売されるブライスについての話題が主だったんですけどね、そちらでブライスの有名なね、カスタマー作家、ダーかわいいさんのナオコさんがですね、たくさんポップマートさんに関するね、情報をナオコさんからいただいて、で今回ですねライブが終わってですねちょっと一息ついて外にねマラソンしに行って夕ご飯を食べてのんびりしていた時にですねガクアミさんの一人から、インスタグラムの予言王さんのところでポップマートさんで発売されるかもしれない、ブライスさんのねイラストっぽいのが出てるよという情報をいただいたのでね早速見に行ったのでそちらの話題今回こちらのねブラ耳の方で語らせていただきたいと思います。通勤通学のお供に、ご家庭の家事の合間やお仕事の休憩時間に耳だけで聞いていただけるラジオのような動画に仕上がっておりますので、どうか最後までお聞きください。もしよろしければこちらのセカンドチャンネル並び、本チャンネルの方のね、チャンネル登録も何卒どうかよろしくお願いいたします。それではブラマニの耳、始めさせていただきたいと思います。ねえ、先ほどライブ配信ね、200人以上の方にお越しいただき本当にありがとうございました。そちらでもね主にポップマートさんのブライスに関する話題がね主に話題で出ててねやっぱり皆さんそれだけね注目なさってるんだなということが分かったんですけどね。でそちらのライブ配信の時にですね、まあ、一応インスタグラムのね世界中の有名なブライスカスタマーさんのところにポップマートさんがですねその今度新しく発売されるブライスの素体をですね配っていていろいろなカスタマーさんにねカスタムをお願いしてこう SNS を使った宣伝をねなさってるような感じで一般販売のアナウンスの前にインスタグラムのねカスタマーさんから情報がね漏れてポロポロポップマートブライスが出るんではないかという情報がねあってその後ブライスのね、5チャンネルの掲示板でいろいろな情報が出てて中国のですねウェイボーですね僕もその情報をもとに中国の掲示板ですねインターネットサイトウェイボーでポップマートさんのモーリーとブライスがね一緒にセットになって出るということでモーリーとブライスの奇妙な旅っていうんでしょうかねそんな感じのコンセプトでモーリーのフィギュアとブライスのフィギュアが2体セットで150ドルぐらいで出るということでねそういった話題が今週出てたりしてですねポロポロとポップマートブライスさんの話題がね出てきててで今日ですねライブ配信の時に有名なねブライスのカスタマーさん昔からねすごく有名な海外でも特にね有名だったダーかわいいのナオコさんがお越しくださっていろいろねポップマートブライスの情報を教えてくださったんですね。で一応1985体がですね中国のポップマートさんのねブティックの方で発売になるということで、まあ僕たちもね、僕フランスに住んでるんですけど、日本のファンですとかね、他の国のファンの方もね、買えるかどうかちょっとこう、気をもんでいたりしたと思うんですけど、まあ、一応、ダーかわいいナオコさんの情報ではですね、一応、ポップマートさんとハズブロさんがですね、ブライスの半径を持ってるハズブロさんがですね、今契約してるのは中国市場だけだということでね、多分今回出るポップマートさんのモーリーとブライスのね2体セットのドール1985体ですかね発売されるドールは今のところ多分中国でしか出ないような感じでね今ポップマートさんがハズブロさんとの間で日本で発売したりフランスで発売したりですねその他シンガポールだったりね他の中国以外の国でもこの新しいポップマートブライスをですね発売できるようにいろいろ交渉している段階だという情報をねいただいて、まあ、今までねそういった情報を知らなかったのでね1985体のモーリーとねブライスのセットを買える運が良ければ買えるのではないかななんて思っていたんですね。でもまあ今回
直子さんからねいろいろ情報をいただいて、あ、じゃあ多分しばらくねやっぱりこうハズブロさんもすぐ版権のねこう承諾をしないだろしないでしょうし、今ネオブライスの版権を持ってるのは CWC さんなんですね。あのハズブロさんから CWC さんが借りて、 CWC さんがタカラトミーさんに製造を委託してるということでね、それでブライス、ネオブライス、ネオミディブライス、プチブライスが売られているんですけど、一応ハズブロさんから権利を持ってる CWC さんが販売することができるのが日本とコレアですね、韓国らしいんですよ。その他のアジアの国はハズブロー香港さんがですね代理店として販売しているということで、なので中国ですとかシンガポールとかね、ブライスが主に人気のあるマレーシアなんかで売ってるのはハズブロー香港さんが売ってるドールだということでね。なので今回のポップマートさんもですね、多分今の契約ではハズブロさんとポップマートさんが中国の市場を主に契約しているということで、その契約がですね拡大されて日本だったりシンガポールだったりね、フランスやアメリカやオーストラリアなんかでね、あとイギリスですとかね、発売されるようになるにはもうちょっと時間がかかるのではないかなというのがブラマニー学のね個人的な見解だったりするんですね。今回ダーカワイの直子さんがいろいろ情報をねくださったんですけどね、なのでその情報をこう見ていると、やっぱりすぐにはねブライスとポップマートさんとねのコラボレーションの子は発売しないようなので、ちょっとこう様子見かなと思ってたんですね。で中国のウェイボーに載っていたあのいろいろカスタマーさんのね画像だったり、あとそのポップマートさんのちょっとした画像が出ていて、その中でですねブライスとポップマートさんのそのモーリーのですねこうシルエットが2体並んでこう出てる画像があったんですね。黒いシルエットなのでどんな髪色なのかどんなアウトフィットなのか全くわからない状態で、こうただ単に黒いシルエットでですね、ちょっとちっちゃい頭のこう髪が跳ねてる子がモーリーだと思うんですけど、その隣にですねちょっとこう髪を結った帽子をかぶってこうスーツケースをね手に持ったブライスっぽいシルエットがこう並んでいる画像があって、その画像を見た時にライブ配信で僕はちょっとこうキャビンアテンドン、あとアテンドン、アテンダントさん、キャビンアテンドン、アテンダントさんですね、昔で言うスチュワーデスさん、もう言わないんですけどね、スチュワーデスさんってね、キャビンアテンダントさんですね、飛行機の中で働く、そんな感じのね、制服を着ているブライスさんっぽいなーなんてこう語ってたんですね、今日のライブで。でその後ライブが終わって外にちょっと走りに行ってね、その後帰ってきてご飯夕飯作って食べてまったりしてる時に、ある学編みさんから、学さん学さん、インスタグラムのヨゲーモさんのところになんかこうポップマートさんで発売されるブライスっぽいこの画像が出てるよっていう話題が出てこういただいたんですよ、チャットで。急いでインスタグラムのヨゲンオさんのところに見に行ったら、こちらの画像ですね、モーリーブライスキャビンクルーセットってい う, こうイラストが出てて、そのイラストを見るとですね、赤いこうなんベレー帽みたいな感じのね頭にこうちょっと乗せるあのキャビンアテンドのアテンダントさんがねよく使うようなちょこっと頭に乗せる帽子と、あとトリコロールカラーのリボンに赤いこうトップスにブルーのスカートのねあのボトムをつけたブライスさんのイラストがですねこう出てて、で手にはね案の定こうスーツケースを持ってて、その脇にですねちょこっとこう金髪のねブルー青い目の金髪のこの子がね、ちょっと口がとんがったねアヒル口の子がモーリーなんですけど、そのモーリーがなんかこう飛行機のパイロットさんみたいな帽子をかぶってるということで、キャビンクルーセットというね名前がついてるということは、やっぱりキャビンアテンダントさんとクルーですね、飛行機のパイロットさんがセットで出るんではないかということでね、モーリーが飛行機のそのパイロットさんでね、でブライスがキャビンアテンダントさんっていうんですか、で出るんではないかという、こうよりねこう今までシルエットで黒いシルエットだったので、どんなアウトフィットを着てどんなね
ドールで発売されるのか、もうぼんやりとしたね黒いシルエットでイメージするしかなかったんですけど、今回ねインスタグラムの予言をさんが出してくださったイラストで、あ、これはね、このまま本当にまさにね、あのキャビンアテンダントですね、キャビンクルーのこう飛行機をモチーフにした題材のドールが出るということでね、あのブライスとモーリーのポップマートさんのコラボレーションのブライス第1弾はやっぱりこう飛行機のねキャビンクルーをモチーフにしたドールが出るということで、よりね今日ライブの後であのポップマートさんのブライスの内容がねボーンとこう発表されたというわけなんですけどね。でそれ以外にですね、今回この予言王さんがねフライングで発表してくださったイラストの髪色を見るとブロンドではなく、どちらかというと落ち着いたベージュのようなねこう髪色のイラストだったので、ピンときたのはちょっと前にですね、海外のカスタマーさんがモーリーとブライスのねドールのこうヌードドールを手に持った写真をインスタグラムで出してらっしゃったんですね。でその画像がどちらかというと金髪でもなく、ブラウンでもなく、こう微妙なね髪色ですね、綺麗な落ち着いたこう光沢のあるこうライトブラウンのような髪色のブライスドールがですね、可動ボディのですねブライスドールの写真が出てて、でもう一方はブルーの目のモーリーさんですね、金髪のモーリーなので、これと今回のキャビンクルーさんのイラストがねピタッとこう当てはまるんですよ。なのでブライスとモーリーさん、この素体スタイがですね使われて、今回のこの予言王さんがね発表になされた発表にね、こうフライングで画像を出してくださったキャビンクルーのセットにこうぴったりねマッチするので、このような感じでねこうドールがね使われるんではないかということで、あとはねアウトフィットの感じですね。さすがにね15センチ14センチのサイズのドールなので、やっぱりプチより大きいですけどね、ミディよりはちっちゃいということで、やっぱりこう精巧なねアウトフィットをどのように再現されるのかというのがちょっとこう期待していたりするんですけどね。で一応モーリーとブライスのシルエットではブライスさんなんかねハイヒールみたいなのを履いてるんですよ。でねハイヒールしっかりこう自立してるような感じなので期待できますし、まああと手に持ってるねこうスーツケースがね肉厚でなんかこう幅広でねこう車輪もついてて4つ、かなり細かい作りのしっかりとしたこう付属品がついてくるんではないかということでね。でモーリーはモーリーでこう帽子をかぶってね、白いあの帽子をかぶってこう多分ねパイロットさんのユニフォームのスーツのようなものをね着てるのではないかということでね、モーリーもモーリーでしっかりして、ブライスもブライスでねしっかりアウトフィットを着て、それで150ドルぐらいですかね、約ね1万5000円ちょっとですね、1万7800円ぐらいでしょうかね、日本円でね、そのような金額でブライス1体分で出るということでね、かなり期待できるんではないかななんてちょっと個人的にはね思ってるんですけどね。まだこうね小出しにしか画像が出てきてないですし、ポップマートさんからはまだ正式な発表っていうのもないんですね、サイトを見ても。なのでまだ正式な発表もわからないので、実際にねいつ発売されてどのような販売方法なのかね、これからどのような展開になるのかも全く見えてこないのでね、まあ、今回このキャビンクルーのセットの売れ行き次第で多分どん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 ね世界的にこう拡大されていくんだと思うんですけどね。まあね、初めの1体はとても売れると思うんですけどね、1985体ということでね、直子さんのお話ではやっぱりまだ中国だけの版権ということでね、その版権が早くね、ハズブロさんから世界的な版権が降りれば、このキャビンクルーのセットもね、もしかしたら日本のね、ファンですとか、僕みたいにフランスに住んでいる、ヨーロッパに住んでいるブライスファンにも購入できる可能性が高まるのではないかということでね、まだ正式なアナウンスが出てないということなのでね、なのでそれを見ると、ね、まあ期待して待っていてもいいのではないかななんて思ったりね、もし今回お迎えできなくてもですね、もしかしたら eBay ですとかね、海外のオークション出てくる可能性もあるので、そのね、金額ね、多分プレネになってると思うので、
まあ、僕が出せる金額であればね、eBayからこうプレネでね、お迎えしようかなとも思ってるんですけどね。なのでね、早くどのように販売されるのか、どこの地区で販売されるのか、どのようなね、展開を考えているのかという、こう、ポップマートさんのね、こう、コンセプトですとかね、ポップマートさんのこう販売戦略みたいなのがね、こう見えてくるといいんですけどね、まだこうしっかりと見えてきてないので、ちょっとこう楽しみだったりね、こうじわじわと SNS で情報をね拡散させるという販売戦略のポップマートさんのうまさにちょっと驚きつつも、なんかこう初めはね、こうちっちゃなプライスで可動ボディで中国のメーカーさんかということで、ちょっとこうある部分ね、不安な部分もあったり心配な部分もあったりしてたんですけど、やっぱりこうポップマートさんのフィギュアをお迎えしてね、実際手に触ってその品質の良さに気づかされて、すごく繊細な作りなんですね、ポップマートさんのブラインドフィギュアですね、ブラインドボックスのフィギュア、それをこう今回 4体買ってみてね、ブラマニの本チャンネルの方に動画上げてありますので、ぜひねご覧になってみてくださいね。それを見たら多分ブライスファンの方もね、あ、これは納得できる、こう期待できるね、こう仕上がりになるんではないかと分かっていただけると思うので、ポップマートさん本当に真摯な感じでね、商品を作ってらっしゃるのがやっぱりその商品から感じられたので、やっぱり今回のね、ポップマートさんブライスも期待をね裏切らない、僕たちブライスファンの期待を裏切らないような子に仕上がってくれるんではないかとこう思ってるのでね、早くお迎えしたいなぁなんて思ってるんですけどね。なのでね、今回は予言王さんが新しいポップマートさんのねイラストを上げてくださったのでね、今回も例のごとくウェイボーさんですとかね、予言王さんとか、あとインスタグラムのねブライスカスタマーさんの画像をちょっと勝手に借りさせていただいてますのでね、動画の概要欄の方にそれぞれねリンク先貼っておきますので、興味のある方がいらっしゃいましたらそれぞれのねリンク先行ってみてくださいね。なので今回はこのような感じでね、急遽ライブ配信の後にブラ耳の方を撮らさせていただいたんですけどね。なので本当にこう期待してもいいのではないかと個人的には思っているのでね、まあライブでね、今日ねライブをやらせていただいたら、やっぱりこうポップマートさんのブライスにはね興味あまりないですよという方もいらっしゃったのでね、やっぱり可動ボディでちっちゃい中国製のメーカーということで、こう好き嫌い分かれると思うのでね、まあこうちょっとね少し落ち着いてね、ネオブライスのファンとして、こう一ファンとしてですね、ブライスのこうドールのカルチャーがどのようにこれから広がりを見せてくれるのか、ちょっとねこう静かに見守ってみたいと思いますね。多分 CWC さんとか純子ママさんとかね、タカラトミーさんも結構ポップマートさんブライスのねことを気にかけているんではないかなと思うのでね、これから2021年にかけてブライス20周年になるので、新しいね動きがもしかしたらタカラトミーさん CWC さんの方でもあるかもしれないので、これからね来年にかけてゆっくり楽しみにね、新しい情報を待っていたいなと思っております。それでは今回もね、ブラ耳の方を長々とご視聴いただきおつぶらでした。それでは次回の動画やライブ配信の方でお会いいたしましょう。ブラマニのガクでした。おつぶらでした。今回もね、情報本当にありがとうございました。ガクアミさんね、助かりました。実はですね、今ブラ耳の方を撮り終わってインスタグラムの方をちょこっと覗いていたらですね、 なんとですね、予言王さんのインスタグラムのアカウントの方で、こちらのポップマートブライスの最終画像がね、もう発表になっておりました。なので急遽ね、ブラ耳の方を付け加えさせていただいております。ね、イラストが出てね、しばらく最終は出ないんだろうなぁなんて思っていたらね、このような感じで、ポップマートブライスさんとモーリーのね、フィギュアの2体の画像がこのように、こう、空港に立っているね、空港の待合室に立っているスチュワーデス、言っちゃいけないんですね、 CA さんのブライスさんと白いユニフォームね、パイロットだと思うんですけどね、そのユニフォームを着たモーリーさんの2体がね、こう写真で出てるということで、びっくりしましたね。イラストに続いて最終までもう出てしまうということでね、これは発売が近いのではないかななんて勝手に思ってるんですけどね、やっぱりこう見るとね、アウトフィットの出来がやっぱりすごくいいですね。あのブライスの方の赤い帽子にね、トップスのトリコロールカラーのね、リボンのついたトップス、細かい作りでよくできてそうですしね、アウトフィットのブルーのねスカートに赤いハイヒール、ね、履いてるようですしね、でなおかつ手に持っているね
こう旅行バッグですね、スーツケース、シルバーのスーツケース、これを見るとね、なんとなくリモアのね、今流行りの旅行バッグ、メタルのね、旅行バッグに飛行機の模型がちょこんと置いてあったりしてね、あ、可愛いなぁなんて思いましたね。で、もう一体相棒のね、モーリーの方の白いパイロットのアウトフィットも、なんかね、ポケットとか、あとね、金の縁のね、リボンですとか、あとワイシャツですとかね、ネクタイとか黒い靴とかね、帽子なんかも含め、よく細かいところまでできてる感じでね、しっかりとした作りのアウトフィットを2体ともねついているんではないかと思わせられましたね。で、今回このポップマートブライスさんのね、表情がなんかこう上目がちで三白眼的な表情で、なおかつこうまつげがないんですね、彼女ね。まつげがない代わりになんかアイラッシュが引いてある、アイラインがね目元に引いてあるような感じで、今までのネオブライスとはちょっと趣の違った表情のね、あのブライスさんだなぁなんて、ポップマートさんのね、ブライスさんはそう思いましたね。こうどちらかというとメンズブライスっぽい感じのね、男の子っぽい感じのカスタムによく見られるまつげのないタイプのねブライスさんなので、今までのネオブライスの印象とはかなり異なってね、面白いなと思いましたね。まあ、アイチェンジもしない分、まつげも省かれてるのかもしれないですね。その辺のね、余分な、こう、お金のかかる部分ね、ギミックなんかが省略されてるのかもしれないですね。あ、これね、急遽発表になった最終。ね、これは近いうちにポップマートさんから正式ね、発表があるのかもしれないので、詳しいね、公式アナウンスの方を楽しみに待っていたいと思います。それではこの辺でね、本当に終わりにさせていただきたいと思います。それにしてもですね、こうやってね、キャビンクルーセットの画像を見ると、やっぱりね、ブライスさんね、タカラトミーさん、CWC さんのブライスも、こう、アナウンスがね、イラストから出て、最終が出て、本販売になるということでね、その流れをね、ポップマートさんの方も、こう、組んでるようなところが面白いなと思いますね。イラスト出してね、これから最終出してくださると思うのでね、イラスト最終発表、発売ということでね、あの CWC さんと同じ流れを組んでいるところが、やっぱりこうしっかり CWC さんとかね、タカラトミーブライスをリスペクトしてるんではないかと僕的には思ってるんですね。なのでポップマートさんのそういったところのこう心意気っていうんでしょうかね、こう勝手に思ってるだけなんですけどね、ブラマニ学がね、そういった部分もポップマートブライスに期待させられる部分だったりしてるのでね、これは期待していいんではないかななんて思いますね。はい、楽しみに待っていたいと思います。